とできるよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ああ、ヒートアクションなら、かわせまい。なんかごめん。なんかごめん、その顔。来たー、トラ落とし。2ではダントツ最強の技やったはず。カウンター攻撃。いい順番で来てるな。じゃあ寿司屋は何や。お、テレツ。そんなにもテレツーに言うこともなくなってきた。ゲージ消費なしでタイミング次第で出せるカウンターってそりゃ強いわな。カムロ雪月花流れとる。ああマグロ、ご期待ください。本物の雪月花は全然違うな。お前は何を教えてくれるんや。腕太い。うそー、寿司を握る代わりに拳を握って人を殴ることが多くなっていくのも自然の成り行き。怖っ、この町。めちゃくちゃですよ、あなた。町のせいか。まあそんな君を殴る。うん。何してくるんやろ。何やろ。何やろ、掴んだらええんかな。お、ない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 。俺全然、あれ、お前何や。お前は何を教えてくれるんや。うん、おい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 、よし、来い。トラ落としの実験台にしてくれる。あ、遅すぎる。こいつの攻撃遅すぎる。来い。うわあが遅い。よし来い。あ、無理。タイミングが難しい。うん、何やこいつ。おりゃ。ああ弱い、人違い。ん、何にもつかめへん。無駄やったんちゃうかな。
ヒント、ヒントだけでもちょっとお願い。何教えてくれた今、なあ。うそん。弾き返し。あ、そう。全然実感ないわ。まあいいや、行こう。ほう。教え方極端なんちゃうかな、じいさん。何にも恥じてなかったな。いた。あ、まだ。もうまたや。じゃあ、いつは撃たれた。なんでショットガン持ってる奴らが、あの、俺が自転車持ち上げただけでビビるんやろ。よっ。わっ、ああ、あ、ちょっと待って、巨大パイロンじゃないですか、懐かしの。ちょっと待って、よっ。てててて、ちょっとどけよ。あれ、ショットガンなくなった。ああ、また拾ったんか。やめろ、危ないから。よいしょ。面白いこと言ったら許したるけど。はい、ダメ。はあ、面白、なんか殴りかかってくる時の顔が面白くなかったからダメ。はあ、道場に行かなくては。道場で多分戦闘に、ああ、もうめんどくさいな。うん、来い。うう、やばい、虎落とし。一発、たった一発殴りかかってみただけで気がついたら死んでた。かわいそうに。あー、あー、小牧道場で戦闘があるとしたら多分体力はそのままで戦うことになるから、回復しといた方がいい。ありがとう。ありがとう。よし、行こう。もうどんどん強なってるわ。どんどん強なってる。この寄り道をしっかり楽しんだら、それだけ本編も楽になるっていうのがいいよね。じゃあセーブしよう。セーブ好きやわ。
道が報われんのが好きやわ。あーチンピラがおる。見逃してください。いける。よし。多分今日クリアまでやるんじゃないかな。多分。まあ残りのボリューム次第ですけどね。よし。奥義教えろ。奥義あこんな若造が。いや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 、俺もどんだけやってきたと思ってんねん。ほいこい。沢屋敷君、ほら毎日修行に励んでんのやろ。ほらほら沢屋敷君、ほらほら、しかもここではヒートゲージを温存するという賢さ。ええ筋やったわ。大丈夫か逆に小牧流。え？ああ。一回も見れんかったよ。ああ。よし、やろうや、おじいちゃん。おのれい。気流よ。おお、なんじゃこりゃ。まあ、ポイントから聞くか。バウンド、壁コンボみたいな。うん。気流よ。はいはいはい。ダウンしてる相手を。掴めるのかって。いやいや、キリュウさん。うん。キリュウよ。うん。打ち回ってる相手を立たせると気絶状態になる。へえ。気流よ。斬新。ほんまや、最初のうちに教えてくれな。ん？気流よ。ちょっとさっきの最後見てなかった。4撃目で三角を押し続けると。はいはい、知ってた。よし、教えろ、はよ。
おお、三つの砲撃の真相故障。またなんかあんのか。もったいぶるわ。もう腹立つ。そ、ああもう。お使いやろ。くっそ。お前の不注意やろ。スキャンしてファイルにしとけよ。フラッシュメモリーに置いとけよ。それは何や、マックか。嬉しいけど、ああバッティングセンターのバカップル。お前もそうなんやないか。おい、あ、近い行こう。なんじゃこのボリューム、とんでもない。でも典型技はやっぱ覚えとかんとね。その前にここ、今回初めて入っていたから鍵があると思うんだけど、どっかにあった。おい、ダイナマイトデカがある。あれはでもバカップじゃないんか。これじゃないんか。そんな仲良く見えへんな。違うか。どこや。あ、これか。ん？あれは。ん？ホームラン打って。よーし、来い。おお、あ、痛い。取っとる。下を攻め、上を攻めるか。これや。よっしゃ。では今のムービーは何回も見たかったな。来た。何それ。リオンの技や。どこにおったん、キリュウさん、このアングル。はあ、痛くて切ない技をひらめいた。うん、めっちゃ笑ってる女。見ようじゃないか。ああ、なるほど。このだるまよけ、だるまよけを覚えたから出せるんや。前に転がりつつ三角。
バッティングセンターの哀れな男を見てひらめいた。あ、典型全部埋まった。やったね。よし。ああ、面白かったバッティングセンター。おお、何何何、なんでさ、なんで狭山、え、何、どういうこと、なんで狭山からメール来んの。ボブ宇都宮ってあのピエロみたいなやつか、友達なん、大丈夫か狭山、しかもブログ読んでる狭山が。なんか恥ずかしい、ちょっとやめて。ボブに、ああ、しかもなくしても何回でも受け取れる。マジで？めっちゃいいや。よっしゃ。うわー、嫌やな、狭山がいいねとか言うてくれてんか。なんか海外のホストからつながってる思ったわみたいな。おい。いやこれを、あ、オッケー、よし、おっしゃ、こいや、おい、渋いな。いろんな技使うん楽しい。ここや。お？いきなり当たりちゃうか。おい。違うか。はあ。竜宮城やったらもう、目と鼻の先やんか。ボブのとこにも行きたいけど、竜宮城の方が近い。竜が如く2のこの動画を撮ってた時にやっぱり、あ、偽2、竜が如く2の動画を撮ってた時から、なんかこうやっぱり極力ヒートアクションで戦闘を締める癖がついたわ。痩せつ。なんやこれは。恐れすぎやろ。ああ、怖いよ。ああ、怖いよ。
メガネどうなってんの今それ。そこだけでかかってんのメガネが。すごいね。ほう。すごいな。かかりの絵耳しとんかな。お前か。もしかして負けが混んでて金に変えてもたみたいな。おい、こいつ。くそ。なんなんで、ね、この奥に座ってる二人のこの。なんであんな小さくなってんの。鍵や鍵。あーもう質屋か。へえ。ちょっとカジノの鍵もいっとこう。鍵やりそう。ないかな。床だけじゃないからな、見なあかんのが。ないか。わからん。帰ろ。もう3時間もやっとる。カムロ町を一周 しようと考えたらもう3時間経っとる。恵比寿屋にも行って。でもいつの間にか時間が経ってるっていうのはやっぱ楽しめてるということの現れなのではないでしょうか。ああ、いやー、ええこと言うわ。それ人物のやつ見てみようか。狭山。あんま変わってない。ボブ宇都宮は出てけへんのかな。うわ、なんやねん。ママと伊達がいい関係。若造。まだちょっと離れた。若造っていうのちょっとさ、名前ないのマジで。若作るとか。おお。犬小屋を作ってもらう。うわ、うん、はいはいはい。なんや今、前から女の子が歩いてきてた。てか走ってきてた。つけているのか。来てる。違う。銃もいらん。あかん。
どうなる。ああ、そこどうかわからんけど、まあ、あ、これあれか、西の河原の近くか。ここまで来ればもう大丈夫。連れてきたんじゃないよ。夢中。ダメだ。逃げろ。はい。逃がさないわよ。そうはいかん。道を間違えたらあかんな。行き止まり、行き止まりに行ってしまうことだけ気ぃつけて。あ、そうか、ミニマップを見ればいい。ここをぐるぐる回っとけば大丈夫か。無理や無理や。俺の逃げ足には勝てん。はあ、いや、だって、ごめんごめん、嘘、ああ、来てる。待ってー。ああ、早く諦めてくれ。ひょー、あ、ごめんごめん、嘘、ああ、嘘。やめろ、離せ。諦めないわよ。諦めてくれ。よし。絶対まだある。絶対にまだ続きあるぞ、これ。